え、ボルシチ作る？できましょう。ボルシチがあるとき今日からあの改名いたします。今日からボルシチズっていうことになりました。お腹すいた、食べた、ボルシチ作ってよ。もうボルシチ、ボルシチ作れよ。ロシア人やろ。急にボルシチ、そんなんロシア人なんかいつでもボルシチ簡単に作れるやろ。簡単に作ってボルシチ寝てるから、寝てるから。こっち、いや寝てるからじゃないよ。早くご飯が食べたい、ご飯が食べたいっていうことでボルシチ作ることになりました。なんなんボルシチって。ボルシチ、まず発音は、発音はボルシ、なんかそう、ボルシチって多分ロシア人に言っても通じひんよな。ボルシチ食べたいって言っても、あ、ボルシチって言ったらちょっと分かりってなると思う。シチ、なに、シチって何。いやだって俺もさ、ブラスやんか。でも俺もブラスちゃうねん、ロシア行ったら。みんなブラスって言ったらそう分かる。ブラス、ブラス、全然 BLAS。 そうね、ブラスとりあえずそうですね、ボルシチを作っていくわけなんですけれども、ビーツがありまして、まあ、このビーツで足りるかちょっと分かんなかったので、なんかこういう缶詰のビーツも使えるっていうことで一応買ってきました。そしてやめろ、カットトマトと、玉ねぎと、トマトなんか入れへんやろ。パプリカと、パプリカ、パプリカ、ルルルルルル。え、トマト入れんやろ。いや、あのね、家庭によってトマトを入れる家庭と入れない家庭と、豆を入れる家庭とレモン入れる家庭とみんな分かれてんね。へ、だから今回は結構シンプルな方を、なんかあんまり、まあ、日本で買えるものでね、そう、どこの家庭でも簡単に手に入れることができるような具材で作っていきたいと思います。今こちらですね、水を入れました。何グラムぐらい入れたんですか。もうこれ缶よ、缶、缶。いや、そうそう、でもボルシチはあのみんな目分量で全部やります。そうなんだよね。だからさ、レシピって言ってもレシピなんてないよな、多分ボルシチには。なんとなくやんな、多分。そうだね、鍋の、うん、なんていうの、見てその具材がどれぐらい使うか、その具材が突っ込んだ時に溢れないぐらいの、まあ、あと多くてもな、いいねんな、溢れてもいいと思います。で今回あのね、なんかあの牛のブイヨンみたいなの売ってたら、それとか入れるとちょっと味濃くなっていいと思うけど、まあ、今回はブラちゃんとちょっと探した結果なかったので、なんかまあだしってこと、ブイヨンも取るの、まあ、そうね、もうちょっとなんか肉肉しいこう味になるために。これは何肉ですか。これ普通のローストの薄切りで、まあ何でもいい、まあ、大体はそのカレー用のなんか角切りが一番何火、中火、まあ、沸騰させるまでの火は強めでいいと思います。こんなのね、もう適当なんですよ。完璧に作ろうとしないことがコツでございます。出切りなさんなよ、ちょっと慣れてるでしょ。できたあかんで、そんな爪して。ほんまにそう、この爪のおかげでね、料理絶対できない思うよな。できた。これをそれにして千切り。人参も同じような千切りな感じで、でパプリカも、まあ、ちょっと色味、パプリカなんか入れるんや、初めて見た。ロシアでそんな入れてる人見たことない。なるほどね。ほんで、そう、色味もパプリカ2つと玉ねぎと、ほんでじゃがいももちっちゃく角切りぐらいにするんかな。そうね、これ塩をね、ちょっとある程度ブクブクしてアクを今取りましたので、このまま塩をね入れていきたいと思います。送ってもらった塩だよね。あ、視聴者の方にね、俺もそうもらって、たまにトマトとかつけて食べてる。そんな入れんの、そんな入れんの。いや、これスープだからね。てかこのさ、塩めっちゃ美味しいよな、これ。これ何塩かしら、めっちゃ美味しい。俺ほんま気に入ってる、これ。だって美味しいって言って、こんななんかボルシチごときに使うのもったいないんで。しかもさ、結構あのおしゃれだよね、ボルシチごとき言うんじゃねえよ。さあ、ということで続きましてですね、何を使うの。ローリエを突っ込んでいきたいと思います。何それ、ローリエ。ローリエっていうなんか葉っぱがあるんやけど、ローレルって書いてるね。あ知ったかぶり。でもローリエって呼んだりもするからね。ま
まあ、とりあえず2枚ぐらいを入れます。3枚がいい。3枚もうちょっと、とじゃがいもを入れていきたいです。ブラスが結構ね、じゃがいも大きめが好きっていうことで、大きいのが好き、何でも。ほうほうほう、しっかりとじゃがいも、これ1つか2つぐらい入れたんかな、じゃがいもを。じゃがいも2匹、2匹って言いません、2つって言います、2個って言います。2匹入れました。それでは、私の場合はなんか全部突っ込む人もいるけど、ボルシュの中に。自分はそのまず炒める野菜は、キャベツ以外とじゃがいも以外のこの人参とビーツと、ビーツも炒めんの、全部私は入れちゃう。ビーツ炒めんの、まあ、でもこのビーツは炒めなくていいかな。これはもうあのなんていうの、火が通ってるから。あ、そうやな、ちょっとなっちゃうから、うんうん、あれなんだけど、あのまずは玉ねぎを、炒めて、きつね色になるぐらいまでに炒めて、その後にこう他の野菜も炒めて。これがウクライナとロシアの違いやな、多分。なんかな、その、でも炒めたり柔らかくしたりすると、ロシアのやつは全部具が、そうそう、柔らかいわけよ。とかもあるけど、うん、とりあえずあの緊急事態発生しました。なんと、まあ、あの、もうひどいよ。まあ、私普段料理をしないわけでございまして、で今からこう炒め物をしようと思ったところなんだけども、あの、これ油を持ってないということで、このね、ベーコンであの油身を刺してやろうかというふうに。これちなみにあれよ、すごい高級、これあれやで、あの小倉さん、特ダネの小倉さんにもらったベーコン。あ、小倉さん、あの、ありがとうございます。あの、すごい、いいダッシュを出して、あのボルシチに使われるとは多分思わなかったと思うけど、油として、あの、それで炒めていきたいと思います。このベーコン絶対うまいね。これもう普通に今から脂身を取ったら私が普通にいただきます、あのお酒と一緒に。ただちょっとベーコンの風味のしたボルシチができます。いや、でも、あの、あるあるある、うん、あの豚を入れているボルシチもあるわけだから、絶対うまいで、このボルシチ。ボルシチちゃう、このベーコン、ボルシチも美味しいと思う。ボルシチはとりあえずその出汁が重要だから、あの出汁はもう何本あっても足りないというか、すごいいる、何本あってもいい。あー食べたい、このベーコン食べるの。ちょっと下手したら俺ボルシチより楽しみかも、今ベーコン食べるの。いやでよ、ボルシが一番メインなんやから。ベーコンでお腹いっぱいですとかやめてな。大丈夫よ。玉ねぎを、刻んだ玉ねぎを入れていきたいと思います。いい音、ちょっとゴーっていう音が聞こえてるのは換気扇の音なんで、我慢してください。はい、それではいい感じに、こちらもね、ちょっと火、あの、かなり弱めたのでブクブクはしてませんけど、玉ねぎがね、いいか、めっちゃいい匂いする今。そのままスープの中に入れたいと思います。このまま入れるんや、他のやつと一緒に炒めるんかと思ってた。いや、別で炒めちゃうね。なるほどね。ひゃーひゃー、いや、美味しそう。で、続いてキャベツは炒めない。キャベツはそのまま切ったやつを、もう千切りしたやつをそこに入れるから、とりあえずこの野菜だけを最後に炒めて。キャベツはじゃあウクライナ風に最後にシャキシャキさせるんや、あれちゃんとこは。うん、こちらこうね、シャキシャキさせる方かな。オッケー。これはと、このカットトマト、カットトマト、カット、これも炒める。トマトと人参とパプリカを炒めます。はい、炒めていきましょう。トマトは、トマトはちょっとこれがしなってから入れるっていう。はい、しなってきたからトマトを入れたいと思います。これね、多分1個の缶を入れるとしたら多すぎるから、様子を見ながらだね。ビーツはまだまだ入れへんねや、最後かな。ビーツはもう全部一緒に、野菜と一緒に、もうビーツね、火通ってるから。あ、火通ってなかったら一緒に炒めちゃうけど。なるほどな。はい、キャベツをスープの中にね。これも野菜とバランスを見てね、そのなんていうの、大体同じぐらいの量入れればいいかな。でもなんか不思議と、もうなんかちょっとこう
ボルシチっぽい香りになってきた。で、もう入れ終わったら最後に野菜を入れるんだけど、野菜を入れても煮込むだけ、最後。あ、そうなんや。周り味付けはさっき入れた塩だけで。塩だけで大丈夫。今赤カブを入れます。うわー、ボルシチになってきた。結構あの具材の多いタイプのボルシチやな、汁物よ、汁よりも。そうね、この色になりました。これをちょっとだけ煮込んでいきたいと思います。ということで、ボルシチができました。どんな感じやろう、ちょっと楽しみやな。せーの、パカーン。ボルシチや、これはボルシチ。はい、ということでボルシチができました。食べます。まずは早くないしょ。もうコメントいらはやっ、減ったね。とりあえずちょっとじゃがいもとかも込みで。うん、モスコーモスコーアバルプピポポ。さっきまで踊っててやっぱさ、ロシア人やなって思う。もうテンション上がるわ。俺マヨネーズ派です。そうやな、嫌いって言ってたからね。普通はこうやってサワークリーム、こちらを入れさせていただくんですが、私はサワークリームというか乳が嫌いなんですね。乳が嫌い。やはり生粋のホモということもありまして、乳から出る汁なんか飲めねえというところでございまして、やっぱりね、こういう卵でできたものこういったものをいただくんでございます。この派も多いよね、ロシアでマヨネーズ。もちろんそう、マヨネーズ。ほんでキューピーがよく合う。じゃあキューピーを。めっちゃ入れたね。俺はね。うん。ああ。酒を出せ、酒を。ここにある。ここここ。ほら。あったじゃねえよ。ああ。サワークリーム派。私はお乳が大好きな女。これをね、俺が頼んでもないのにロシアの料理屋さんに行ったら勝手に入れよるんですよね。まあもうなんか。入ってたりするよね、ふざけんなとそこで喧嘩になるわけ。もうこのボルシチ作り直しや。どないですか。我ながら上出来ですわ。ま、でもうまいな、肉がうまいわ。うん、うまっ。だ、私たちはもうこれからね、もうピロシキーズダメ。もうね、これからはね、あのボルシチーズあ、もう変えようか。ピロシキ俺ら下手やん、作るの。そう、ボルシがやっとできたから。そう、ということでボルシーズということに今日からあの改名いたします。今日からボルシチーズっていうことになりました。で、そうなったらさ、ピロシキーズのファンのことピロスケって呼んでるやんか。ピロスケ違うよ、ボルスケになるよ。あ、ボルスケやめとこう。やっぱピロシキーズで追っとこう、一応。いや、ボルスケでいいやん。ボルスケはおかしい。ボルスケの皆様、またご視聴